コロニアルハイツはアメリカ合衆国バージニア州南東部に位置する独立市である。2010年国勢調査での人口は17,411人だった。アメリカ合衆国省務省経済分析局は統計上の目的でコロニアルハイツ市とピーターズバーグ市、ディンウィディ群を一つにしている。リッチモンド・ピーターズバーグ地域の中のピーターズバーグ市を中心とする。 トリシティーズ地域にあり、都市圏としては、リッチモンド大都市圏に属している。1607年5月14日、イングランド人開拓者が、ジェームズタウンに到着したとき、バージニアの東部大半と同様に、コロニアルハイツ市となった地域は、ボーハタン州庁を頭に、タナコマカと呼ばれるアルゴンキン語族インディアンの連邦が支配する地域に入っていた。 ジョン・スミス船長の描いた初期バージニアの地図は、現在のコロニアルハイツの位置に、ウェロアンス国をなすむとその妹をパソクヨナスキの、指導するアパマタック純部族の主要町があったことを、示している。1622年と1644年に、インディアンによる襲撃が起きた後、インディアンは、イングランドの属国となり、近くのエトリックとその対岸のフォートヘンリーに移転させられた。 1619年、バージニア植民地に、ロンドン会社が作った4つの大きなボロの一つに、ヘンライコシティがあり、その中に、現在のコロニアルハイツがあった。イングランド人がこの地域に入ったのは1620年だった。少数の集団が開けた土地を探してアポマトックス川を、遡り、スウィフトクリークがアポマトックス川に合流する地点に、入り、 そこをコンジュラーズネックと名付けた。この合流点には、以前にインディアンの治療師が住んでおり、水に向かって、まじないの言葉を投げていたと考えられた。それから間もなく、チャールズ・マグナーが、広さ2.6平方キロメートルの土地に、地域発の陶器を行い、それをプランテーションに発展させた後、1634年には売却した。同年、 イングランド王チャールズ一世の命令で、バージニア植民地議会が、バージニア植民地を最初の八つのシャイアに分け、そのうちの一つが、ヘンダイコ軍となり、そこに、後のコロニアルハイツが含まれた。1635年、イングランド人は、オールドタウン、クリークの近くに、アパマタックスと呼ぶ、小さな町を作った。それは、現在のテンプルアベニューとディモック。 パークウェイ交差点近くにあったと考えられている。また同年に、ヘンリー・フリート船長とフランシス・ポイスレスが、現在のコロニアルハイツ市の西、フリーツヒルに小さな砦を建設した。ここは現在バージニア州立大学キャンパスになっている。1677年から1685年、オールドブリックハウスという建物の建設で地域の歴史的な建造物が作られた。 リチャード・ケノンは1670年以前にバージニアに来ておりバミューダ・ハンドレッドの商人になった。バージニア植民地議会ではヘンライコ軍の大議員になった。その息子リチャード・ケノン・ジュニアも植民地議会議員となり移民のロバート・ボーリング大佐とその2番目の妻アンスティスの娘と結婚した。リチャードの妹メアリー・ケノンはリチャードの妻の 衣服兄弟ジョン・フェアファックス・ボーリング・少佐と結婚した。ボーリング・少佐は、ロバート・ボーリング大佐と最初の妻・ジェーン・ロルフの息子だった。ジェーン・ロルフは、初期植民者、ジョン・ロルフとインディアンの妻、ポカ・ホンタスの孫だった。ボーリング家は、ポイント・オブロックスに近いチェスター・フィールド東部にあった、プランテーション・コブスに住んでいた。リチャード・ケノンが建てた屋敷は後に、ブリックハウスと呼ばれ、 コロニアルハイツでは最古の高級的建造物と考えられている。1879年に起こった火事でも一つの壁が残り、残り部分は再建された。1749年、植民地議会によってジェームズ川より南の地域がダイコグにより分離し、チェスターフィールド群と名付けられた。コロニアルハイツとなった地域は1948年まで約200年間。 チェスターフィールド軍に属することになった。コロニアルハイツという名前はアメリカ独立戦争の時に起きた事件から来ている。1781年5月、コロニエルと呼ばれたラファイエット公爵のフランス軍がリッチモンドから南に進軍しアポマトックス川越しにピーターズバーグを見下ろした課題に大砲を据えた。その場所が後にコロニアルハイツと呼ばれるようになり、1906年には オークヒルの小区画にその名前が与えられた。キャロルアベニュー沿いにある歴史的な場所オークヒルはアーチャーズヒル、ヘクターズヒル、ダンズヒルとも呼ばれ、平屋で雨戸のある建物二棟が通りまで屋根のない部分から伸びる深いうちポーチで繋がれている。この家の芝生から1781年5月にラファイエット公爵が現在も丘を取り巻く。 つげの木の垣根越しに据えた大砲で、ピーターズバーグに向かって砲撃し、その後、ウィリアム・フィリップス少将の指揮するイギリス軍に占領された。フィリップスは、この砲撃の間に、チフスで死んだ。この地域は、南北戦争でも作戦に巻き込まれた。1864年のピーターズバーグ包囲戦の時、ロバート・イーリー将軍が6月から9月まで、 バイオレットバンクにその作戦本部を据えた。1926年、コロニアルハイツは、チェスターフィールド軍の法人化町になった。1948年には、都市として法人化された。バージニア州法に従い、軍とは分離して、独立市となった。現在の検証は1960年に認められた、ものである。1960年から1970年、 その人口は9587人から15097人と急速な成長を遂げた。1980年代半ば、修道144号線とアッポマトックス川に架か,かる新橋が完成したことで、フォートリー近くでの修道36号線へのアクセスができた。この振動と橋によって、市内南東端に沿って孤立していた大きな地域に、 商業開発の道が開けた。そこにサウスパークモールと多くの小売店、また事務所が建設された。1993年8月6日、ジタスケール界4の竜巻がコロニアルハイツを通過した。このためにサウスパークモールに大きな被害を与え、ウォールマート店舗の屋根が崩壊した。ピーターズバーグ市やホープウェル市でも大きな被害が出た。トリシティーズ地域で 死者4人、負傷者246人を出し、被害総額は5000万ベイドルと推計された。2008年4月28日、改良富士トスケル EF1 の竜巻が、不連続ながら2マイル近くにわたって、コロニアルハイツを通過した。最初は、コロニアルハイツ中学校フットボール場近くで始まり、そのクラブハウスの屋根を損傷し、続いて、ミダリオンプールから、 週刊高速道路95号線まで屋根を吹き飛ばした。その後95号線を飛び越え、ディモックスクエア、ショッピングセンターで再度始まった。自動車数台が飛ばされて、商店街の駐車場に積み重ねられ、商店街の屋根も大きく損傷した。そこは1993年の F4 竜巻によって、破壊されたウォールマートの場所から10分の1マイルも離れていなかった。 この竜巻は続いて、テンプルアベニューを越えて移動し続け、ファインドライブとパドルドック道路近くの街並みで来や、屋根に被害を与えた後に消失した。この竜巻で21人が負傷し、被害総額は1000万ベイドルと推計された。歴史的な見どころとして、バイオレットバンクとスイフトクリークミルの2つの地域がある。その他フォートクリントン公園や、 ホワイトバンク公園などいくつかの公園もある。また、世界最大のレストランアービーズもある。バイオレットバンク博物館庫の荘園の開発は1777年に、トマス・ショアが、ジョン・マーティンの相続人から、アーチャーズ・ヒルの上、144エーカーの敷地を購入した時に始まった。バイオレットバンクは、当初、海岸地域バージニア植民地公記によく見られた2つの、 センターホール上に2階がある形をしていた。この家は1871年夏の南部作戦の、はじめに、ラファイエット公爵が作戦本部に使い、その後は、ヨークタウン包囲戦で、チャールズ・コーンウォリス将軍の降伏に終わった。この丘では独立戦争で2つの戦闘が起きた。最初は1781年3月に、ホンストイベン将軍とバージニア民兵隊によるもので、あり。 二つ目は、同年4月、ラファイエットが指揮したものだった。どちらもイギリス軍、ウィリアム・フィリップス少将に対抗するものであり、フィリップスは伝言の中でこの試算について、我々は、川向こうの敵の工作物を襲い、トマス・ショアーの家に隣接する高台を掴もうとしたが、大きな損失を出して撃退されたと言及していた。イギリス軍の損失は、約200名だった。フィリップスの目標は、 アポマトックス側の重要な渡し場を占領し、ターンパイクの支配権を得ることだった。ピーター・ーズバーグは、軍隊の動きを可能にする、南中部バージニア唯一の幹線道であっただけで、なく、バージニアの大陸軍にあって、使用補給基地かつ3つある、訓練場の一つがある、チェスター・フィールド・コートハウスにつながる道でもあった。フィリップスは発病して、その後死亡し、 反乱軍が暴かないように印のない墓に埋葬された。イギリス国外で埋葬されたものとして2番目に高位のイギリス軍士官となった。その後コーンボリスが指揮を引き継いだ。コーンボリスは高台のラファイエット隊を圧倒するだけの戦力がなかったのでバージニアを捨てて南に向かう決断をした。バイオレットバンクは1824年に再度ラファイエットを迎えた。 ラファイエットがアメリカ合衆国の公式客として最後にこの国を訪れた時だった。ラファイエットが訪れた2つの時期の間にバイオレットバンクの外観は完全に変えられていた。バージニア相互社会保険が1796年に出した文書に鎧張り下見二階建ての構造に石張りの地下室とキッチンがあると書かれていた。バイオレットバンクは当初ホープウェル市にある ウェストン邸宅によく似ていた。建築家、ベンジャミン・ラトローブは、バイオレット・バンクに泊まるつもりだったが、トマス・ショアがこの建物に滞在しそのオフィスに飲み、使っていた。それは、バージニアでは一腹の小豚として、プランテーションの家はその母に従うことだと記していた。この家は1810年に火事になった。日曜日に家族が、教会に行っていた間に起きたとされている。 トマス・ショアは1800年に死ぬまでこの家を22年間使っており、後にはかなり若い妻と3人の娘たち、その長女は当時4歳が残された。妻のウィダージェ・エングレイは1804年にハックス・オール・ミルズのヘンリー・ハックス・オールと再婚した。この夫婦と3人の娘たちが火事になった時の住人であり、地下室のキッチンが火元だった可能性がある。煙突と、 基礎部分が焼け残っており、当時使われた石灰モルタルは通常家が焼けた時の激しい熱には耐えられず燃えてしまったはずなので異常なことだった。1810年から1815年に家が再建された。全面基礎が変更され、最初の基礎の上にかなり異なった構造が建てられ、全く新しい家が建設された。ベンジャミン・ラトローブが再度入り、 あるいは少なくとも彼のデザインだった。ラトローブは1796年にピーターズバーグを訪れた時に、ジェーン・グレー・ショア・ハックス・オールと知り合いになった可能性が強く、その日記によれば、この年4月21日にトマス・ショアと競馬見物に行っていた。22日にはトマスの弟ジョン・ショア博士と会食をしていた。23日の日記では、ショアの家に行き、 レース上でかける声を聞くよりもかなり快適だったと記している。ジョン博士の住まいかトマスの住まいであるかは不明である。建築士学者大半の一致する意見では、バイオレットバンクはラトローブの弟子が設計しており、ロバート・ミルズがその計画に関わった可能性を示唆するものはない。リンチバーグのポイント・オブ・オーナーと同様、バイオレットバンクは リッチモンドのラトローブの作品に親しんだ建設者の作品である可能性もある。設計の始めから基礎として使い、八角形の出窓、奥まったポルチコとアダム様式の天井繰り型の組み合わせにはラトローブのスケッチブックから生み出された可能性がある。バイオレットバンクと他に知られているラトローブ設計の家、例えば1808年から1809年頃に建設された。 マイケル・ハンコックの家には多くの共通点がある。少なくともヘンリー・ハックス・オールはリッチモンドの5番街とメインストリート角にあるこの家を知っており、この家が体現するリッチモンドの建築トレンドを知っていた。ジェーン・グレイはその男に会い、ラトローブの建築家に関する知識を伝えていた可能性がある。ヘンリー・ハックス・オールのために作品例を一別すれば、 流行に関わる好みをはっきり示すことになる。ハックスオール夫妻は確かに、ラトローブを雇うだけ裕福であり、再建計画について彼に相談しなかったとしても、建築家を提案してくれるよう求めたであろうし、ラトローブはその弟子の名前を挙げたであろう。建築家が誰であれ、既存の基礎と煙突を拒んだことで結果としての、建築は全くユニークなものになる。通常建築家は、 白紙状態で設計を始めるが、この場合は固定された点と比率で扱うことを強いられた。2階の過失はレンガで塞がれ、2階は除去され、天井を上げることが可能になった。レンガはすべて化粧漆喰が塗られ霧石に似せて作られ、修正が必要になったレンガの違いを隠した。三重の基礎レイアウトで厳密なウィトルウィウス的構造に近くなった。特別の和が3層目に置かれ、 ポルチコの柱の間隔を広げて、バージニア建築特有のものとなり、構造を全体的に調和あるものにして、かつ、建築形式から解き放つ、重要部となっている。ヘンリー・ハックス・オールは1834年に死亡し、同年ギリの長女が、ジョン・ギリアム博士と結婚した。トマス・ショアの次女マリー・ルイザは、フィラデルフィア市のウィリアム・シッペン博士と結婚した。 末娘のジェーン・グレイは15歳で子孫を残さず、亡くなった。荘園は、夫の死から8年後に、ジェーン・ハックス・オールが亡くなった時に、ギリアム夫妻が継いだ。1873年までは、ギリアム家の所有だった。南北戦争の間に、北バージニア軍の作戦本部として使われた時には、バイオレット・バンクの権利は、トマス・ショアの孫、トマス・ギリアムの信託証書に入っていた。 ピーターズバーグ包囲戦の間、本館の一部は病院に使われた。この戦争で、ギリアム家の財政が悪化し、家は1873年に10枚である、ニューヨークのエブリンガスケット、マーシャル夫人に売却された。マーシャルは1885年に死ぬまでこの家に住み、その後アベル・エヌ・ハスキンス大ンが取得した。1905年、その相続人が、 家と残っていた68エーカーの土地をグレーター・ピーターズバーグリアルティコーポレーションに売却した。新しいオーナーはバイオレットバンクを落農場として運営し、牛小屋として使うために本館1階の壁を壊した。この会社の最高執行責任者ベラミーは農場を細分し住宅開発に使う決断をし、1915年に工事を始めた。 ベラミーがやった最初のことは本館を壊すことであり、原存部分のみが残った。小さくなったバイオレットバンクは川を見下ろす小区画で最初に売れた家屋となった。1919年にアリスピア・ポント夫人が購入し、1948年まで住んでアメリカンリージョンポスト284に売却した。コロニアルハイツ氏が百五十九年にこの家を、 取得し、最初は商工会議所、続いて最初の公共図書館として使った。現在はレクリエーションと公園部の一部となり、1988年には歴史的家屋博物館として現在の用途を始めた。バイオレットバンク博物館は連邦様式とアメリカ内部装飾の素晴らしい例である。アメリカ合衆国国家歴史登録罪とバージニア州、 歴史的建造物に指定されている。スイフトクリークミルスイフトクリークミルは1663年にはすでに存在していた記録がある。国内最古の粉引き場と考えられている。1623年にイングランドのノーサンプトンシャー、リトルホートンで生まれたヘンリー・ランドルフ一世が1640年頃バージニアに移住した。1655年。 スウィフトクリーク沿いのバミューダハンドレッドで大きな土地の権利を取得し、現在のミルを建設した。ランドルフ氏のミルは1663年に出版されたカバリエズパイオニアズに言及されている。ヘンリー・ランドルフ一世の相続人、ウィリアム・ブランド・ランドルフが1805年2月20日に、ウィリアム・ローレットにミルの場所を譲渡し、そこはローレットのミルと呼ばれるようになった。 1852年、ローレットの相続人がミルをスウィフトクリーク製造会社に譲渡した。1864年5月9日と10日、北軍、ベンジャミン・カイ・バトラー将軍のジェームズ軍がスウィフトクリークを渡ろうとした時に、ミル周辺でスウィフトクリークの戦いが起こった。南北戦争後、この資産はトウモロコシウイスキーを作ったシュミットの蒸留所と呼ばれた。 その後何度か持ち主が変わり、粉引き場として創業された。1929年、ミルは、スウィフトクリークミルと呼ばれるようになった。粉引きは1956年頃まで続けられた。1965年8月、スウィフトクリークミルは、ウェイマー・ J ・キャラハン・ジュニアとルイス・ルービン博士が購入した。どちらもバージニア出身であり、305年間続いた建物を、 ディナーシアターに変える考えだった。この計画は現存する3つの木座橋を2つの食堂に変え、新しい階段でつなぎ、スイフトクリークミルプレイハウスと呼ぶ考えだった。このプレイハウスは1965年12月2日にオープンし、ブロードウェイのミュージカル、カーニバルが上演された。スイフトクリークミルプレーハウスは、アメリカ国道1号線と301号線の 合流した道路沿い、スウィフトクリークのチェスターフィールド郡境南にある。現在ロウソクを灯した、ビュッフェダイニングが午後6時半に、あでやかなミルルームとグラニットルームで始まる。快適な空調のある劇場で毎週水曜と土曜の夜に、ショーがあり、予約が必要である。コロニアルハイツ市は、北緯十七度十五分十四秒、整形十七度十四分九秒。 北緯37.26222度整形77.40250度、37.26222-77.40250に,に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は7.8平方マイルであり、このうち陸地が7.5平方マイル、水域面は0.3平方マイルで、水域率は3.98%である。コロニアルハイツ氏は、 アポマトックス川のすぐ北、ピーターズバーグ市の滝線の対岸にある。チェスターフィールド郡の南にあり、ピーターズバーグ市に接する南境界以外は、チェスターフィールド郡に囲まれている。スウィフトクリークがある部分では、市と軍の境になっている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。コロニアルハイツ市の公共教育は、 コロニアルハイツ公共教育学区が管轄している。小学校3校、中学校1校、高校1校がある。すべての学校はバージニア州教育委員会と南部カレッジ、学校協会の認証を受けている。高等教育機関は3校ある。チェサピークの2010年包括的財務報告書によれば市内の主要雇用主は次の通りである。 市内では二つの週刊誌が発行されており、どちらも無料である。ありがとうございます。